久喜高友は、江戸時代後期の大名。丹波国綾部藩十代藩主。官位は、十五位上、大隅守。九代藩主、久喜高氏との長男として誕生。嘉永六年十二月十五日、十三代将軍、徳川家定に敗越する。文九万年六月十日、父高氏との隠居により、家督を相続した。同年十二月十六日、十五位下。 大隅守に助任する。文久三年三月三十日、幕府から京都の警備を命じられる。源氏元年二月、京都警備のために上落し、三月、公明天皇に廃越する。同年五月五日、十五以上に昇進する。勤門の辺では五所を警備している。同年八月、帰範する。反省においては、犯行、進む特管を、 特進館と改名し、その翌年には、藩内6カ所に合学校を設立して、庶民教育に尽力した。これは後に、明治政府による近代化教育の先駆けとなった。慶応3年、幕府が大政奉還を行うと、いち早く新政府側に基準する。翌々年の藩赤奉還で、藩知事となり、明治4年の廃藩知見で面官となる。同年11月20日、 隠居し、実定、ネイ・タカ氏に家督を譲った。明治9年6月12日、ネイ・タカ氏の死去により、家督を再び相続する。明治17年7月8日には、死者区の借位を授けられる。明治30年7月13日、64歳で死去した。ありがとうございます。